はい、来ました、大阪住之江、住之江です。住之江やんちゃで、最近もなんかその二十歳ぐらいの子らとマスミの話しかしとったけど、結構やんちゃったらしくて。マスミはやんちゃやと思う。で、今の現在の中学生はどうかということです。カモン、ルナちゃん。え、マジ学校昼までやったんやけど。はいはい、めっちゃええやん。そんな感じ。え、いつから行ってない。え、僕、3日前です。中2の初めぐらいから行ってない。え、もう何年っす。中2っす。え、3年中2っす。あ、中2なんや。3です。あ、3です。あ、そうなの。え、3年はやんちゃな子おらんの。3年はおらんす、もうヘボっす。ヘボなの。ヘボヘボっす、ちょいっす。え、じゃあマスミは先輩は何校上がおる。ほんまや、は6公演か。ああ、20、20歳。あ、これ、なんか増えてない。じゃあなんか大丈夫っていう、俺らのチャンネル映って大丈夫みたいな2人やけど、うん、大丈夫っしょ。いやいや、少ない。自分が大丈夫で親があかんから、そんねんなあ、知らんよ俺もう。何も喋らんもんな。えへーってやってたけよ。え、部活終わり。いや違います、なんか自分たちのクラスが一番優秀すぎて、うん、残らされて、うん、でもほんまに今社会の先生300人ぐらいおるんで、何おるって。あ、なんか集まってるんか、その社会の先生同士。社会の先生がめっちゃおもろいよ。俺らの出番やん。え、やんかよ。間違いないっす。一番あかん時に俺ら来た。いや、ほぼ知ってんじゃん俺らのこと。絶対知ってると思う、しないわ。今何年生。中3です。あ、3年生かが1年の時の3年生あれてた。お兄ちゃんに。あ、お兄ちゃんがおるんだ。お兄ちゃんちょっと荒れてた。まあまあ。あ、そう。ちげんじゃん。これなんか男子住んでる人。マスミ。マスミ。マスミではそんなちゃん。住之江のが多いんちゃん。あ、ほんと。住之江です。え、何年生。中3です。中 3? はい。中3わけないやん。ちゃうな。中3だな。ちゃうな。笑うわけないってなってるやん。めちゃめちゃ大人っすよ。てか体大丈夫ですか。めっちゃ酒とか飲みそう。そう、はい、それはいいやけど。さあ、帰ろうか。そこで辺ぐらい襲ったらあかんな。もう一度乗って。生徒じゃないですか。歩けてるんや。リレー一層目な。え、そうなん。だから絶対直さなあかんからな。え、リレー一層目ちゃん。もしかして足早いんじゃん。直すね。維持でも直す。それは頑張ってる。え、大阪パワーやんちゃって聞いたんですけど、やんちゃじゃないですか。でも最近平和すぎません。いつぐらいまで住之江ここで働いてたんですか。誰が。あ、あなたです。ちょっとすいません、あの今ね研究会してて。あ、なんか聞きました。大変な状況なので。あ、そうなんですか。そうです、うん、僕中学生です。今なんか社会の先生300人ぐらい集まってるらしいですね。あ、そうな。何百人たくさん来てるんじゃん。なんでここに集まってるんですか。集結なんですか。たまたまここになったんです。そうそう、かわいそうに。じゃあ今体育館で先生いっぱいおるとこです。そうそう。で多分雄大のこと知ってる人いっぱいおるな。僕雄大って言うんですよ。で今年18歳です。そう、高3の年代。はい、何歳に見えました。中学生じゃないな。興味もないかもしれない。興味なさそう。どうでもよさそう。どこ出身。僕は大阪です。じゃあ中学。中学は住之江です。そう、横の学校です。でよくあの下さんのジムで格闘技してます。そうそうです。じゃあ最後に聞きますね。国語の先生。違います。あ、すいません。社会動きましょう。社会ですか。はい、動きましょう。社会できるとあんま頭良くないらしいですよ。ちゃんと会話できるよ。ちゃんと会話できるっす。頭に。俺ら会話できへんもんやもん。なぜできてるんですか。え、いや、そうなんか言葉で言う。もう来るなみたいな。でもうほんま失礼ですよ。死ぬほど顔色悪いもん。多分健康診断全部引っかかってる。でも先生って健康診断受けれるもん。受けれる。タバコと酒に同流でしょ。酒飲めるよ。でもタバコでその顔色になるのはすごいです。え、多分肺いんでんもん多分。肺壊れてんじゃん。え、めっちゃいい先生やめと。彼女おらへんの。彼女おらへんす。おらへんの。彼女おらへんす。いなさそう。彼氏は。会社いないです。おらんの。会社におるやろ。はい、きっと。彼氏は今おらん。あ、前映ってましたよ。いや、そう。うん、青エイプ。うん、青エイプ。おうおうおう。えおう、ツイストの。うん、ぽい。あのメガネかけるな。あ、
野球頑張ってね。うるせえ。野球頑張ってね。ネタのと野球やってる。野球やってない。矢のね、タバコ吸ってるやろ。もうよくないよな。なんで分かったって？顔見たら分かるから。野俺野球部のやつ顔見たらすぐ分かんねえ。恨みあるんから野球部に俺。え、アメ村とか行かへんの？歩きたくないです。歩きたくないやん。あ、インドア派なんや。もう家でいい。もういおうちデートでいい。あ、そう。おうちデートとか、なんかもう。寝て。いや、でもいいね、ネットリックスとかもええもんな、あれな。ネットリックスのなんなの、前座やろ。片足しすぎやろ。こんにちは。はい。こんにちは。こんにちは。あ、映れる？あ、映れるっすよ。いや、もう、今無敵やで。今、無敵行ったの？え、野球部ですか？野球部っす。元野球部っす、ね、今無敵やな。え、じゃあ今高校も行ってない。今じゃ中卒状態。あ、中卒っすね。え、中卒な。はい、なうっすね。いつ帰ってきたん、こっち。3ヶ月前ぐらいっすね。あ、そうなんや。あ、結構前やん。はい、結構前っす。もう変わらないわ。はい。あ、そうなんや。はい。え、やめちゃった。やめちゃったっ、ね、やめちゃった。どことは聞かへんけど、はい、ある某の学校にとったん。あ、行ってたっす。え、野球留学にとしとったん。推薦ないと。推薦で寮で。あ、寮やったんや。はい。え、普通に、え、どこの、何県の学校行ってた？和歌山っすね。あ、で、野球推薦で行っとったんじゃ。はい。え、普通に野球やめて、普通に楽しかった野球。楽しかったっす。あ、楽しかったバカや。楽しかったっす。え、死んだかったら嬉しい。死んでっす。なんだ寮はいいっす。え、ランとか割りきっす。あ、ランやばいやろな。ちゃんとしてた、ラン。あ、してたっす。え、じゃあ何月に帰ってきたの？7月くらいですかね。あ、前は。え、もう、うざい先輩がおったおったっすよ。おったはい。野球部の和歌山の某高校行ってたらしいです。うん、高校で低学となったことある？あるっす。その期間って何するの？その期間も大阪帰って。あ、帰れる？え、はい。野球留学とかって帰ってこれんの？帰ってこれるっす。めっちゃ1週間だけ？はい、1週間とかですかね。そうで帰ってきてみんな遊んで。はい。そりゃやめるわ。そりゃやめるわ。あ、はい。かなた。かなた。これ。これ。エンジャイで。おいそう。エンジャイで。えらい身長もでかいし。めっちゃおもろいやん。カミさん、エグ。カミさん、カミさん、エグいやん。これ、あ、ゆでた。ゆでた。めっちゃおもろい。ゆでた、TikTok で見るよりちょっと太ってます。何すよ。割り、割り普通のトーンで悪口言われて。めっちゃ細いかと思ってました。おお。カミさん、久々やん。久々やん。置いてる。いや、わからん。え？相変わらず気持ち悪いな、髪型。俺も覚えてるやろ。あれや。は？上等とここなんで。え、この、え、は、中学は信じた。ああ。あ、シャワーどうですか？シャワー熱いですか？はははは。入ってそう。そう、え、何年、半年？ 1年です。1年？長いな。この小屋のやつみたいな。そう。1年で自転車撤去されました。けど、少年院でさ、バリ身長伸びたやろ？いや、ちょっと見もんや。そうなん？もともとでよかったんや。でかいです。体重だけ。増えた？13キロ痩せました。え、飯張りますえ、何時起床なの？7時起床。はいよ。え、何時就寝？ 9 時就寝。え、ちゃんと3食食べたん？ 3 食食べた。毎日、ナスの味噌汁ブレンダーさ。ナスの、え、美味しそうやん。まずい。まずいんや。めっちゃまずい。めっちゃまずい。え、1年 ?1 年長かったです。バリ長いじゃん。え、年越しはどこやったの？年越し少年院。大晦日？え、大晦日も少年院。え、誕生日。誕生日を少年院。めっちゃおもろいやん。いつ入ったの？11月。去年。で、出てきたのが何日前？9月ぐらい。1週間前。14日。ああ。4日前。え、まず出てきてすぐ何した？コーラは？コーラは？最後？コーラ飲めなかったです。あ、飲めへんかった。強すぎた。めっちゃおもろいな。え、ミッシュ何食ったん？マグロとか行った？出身して一番最初に行ったのはクラです。あー、寿司な。そこのめっちゃうまかった。めっちゃうまかったです。でももう3貫とかの中いっぱい。まあ、油がもう受け付けてないねんな。おもろってことはどこの少年院？泉です。あ、泉なんや。結構超下手でも。え、じゃあ同期の界隈とかでやったらさ、俺らの3人とかさ出たりとかいっぱいいます。それが聞きたかった。少年院で、え、めっちゃおった。いや、めっちゃ来ました。石尾とかね、来ましたよ。少年院とかで。はい。え、石尾とか。石尾。伊豆中違います。篠田。何歳イコール？今何年です？じゃあ今何歳？高1か。あ、行きないですけど。
ゼロ八やんな。え、ゼロ八？ちょっと女。石をおった？女？女いない。男おった一緒で。あ、でかい子ちゃん。デブはいなかった。誰やろ。だから全部外してるやん。あいつはいなかった。あ、その言うたら雄大ちゃんで出とった子らも少年が結構おった。いや、雄大ちゃんで出てる子は案外来てなかった。雄大ちゃんの行くめんどくさいみたいな言ってるやつが。そう。あ、でも自分の地域に来てた子らがおったよな。そうです。ああ、なるほどなるほど。え、やっぱさ、少年院ってヤンキーの子いっぱいおるもん。いや、でもなんか病気みたいな人もいっぱいいます。俺それ聞きたいよ、俺。ヤンキー。あ、車来た。バチバチのヤンキーみたいな。俺そこやねんな、少年院。入れ墨入れてるみたいなやつと、貸し算できますみたいな。入れ墨おった？いっぱいいます。少年、少年やの。18とかも。18ぐらいまでいます。あ、少年、雄大ちゃんと話したらならんやろ。雄大チャンネル、少年院とらないんですよ。行きたい。少年は神戸入って少年院。そうですね、神戸2回入って。あ、そうだね。じゃあ神戸何ヶ月おったの？2です。2ヶ月で少年院は？1少年院は11です。11ヶ月か。あー、長いなえ、何が一番楽しかった少年院で？少年院で一番楽しいのは、土日の食パン。食パンが一番うまい。それが一番幸せです。ジャムとか塗って？そう。ジャムって市販なんで味変えれないじゃん。あー、ジャムだけ味濃いです。え、だ勉強目指させられたんじゃん。試験部作りました。お、資格か。何取りました。へぇ、でもなんか少年になったらみんな、なんか普通。あ、そうなんや。顔始めだったら全員同じ顔しますえ、みんな更新とかしてるちゃんと。なんかみんな捕まる前眉毛ピッチンになってるけど、みんな眉毛も極太になってる。そういうことか。そういうことか。全員なんか、僕は勉強するんだよね。けど出てきた瞬間みたいな。あ、そうなんや。もう出たすぎてか。出たすぎて。で、仲良くなった人とおる少年院で。いや、いないっすね、全然。少年院なんか、逆にそんなムードなかったっす。あ、そうなんや。もう俺だけでも先に出ようみたいな。いえ、みんな、みんなそうなんや。神戸の一番の思い出。え、神戸と少年院どっちの方が楽？少年院っす。あら、そうなんや。神戸、暑すぎます。夏。クーラーないし。クーラー。バリクソなるんじゃ、体とか。こんなちっちゃい扇風機。言ってこないんですよ、扇風機。じゃあ、それ文句、マジで。あれ夏じゃなかった。神戸はどこ、どの辺、大阪？大阪。あ、一日の中で全体的に教えてほしい。朝起きます。朝起きます。うん、朝起きたら、着替えたりしたら、あのなんか朝起きてから9時ぐらいまでは。ゆっくり。ゆっくり。あ、そうなんや。その9時からなんか実習。陸上もんない。え、マジもんない。ちょもんない。勉強？陶芸とか、木工とか。木工あれ、なんか削るやつか。そういうのとか、農業とか。で、昼飯？昼飯中に。え、昼飯何やったの？昼飯なんかめっちゃなんか野菜の野菜炒めみたいな。で、味薄いやつ。週3日ぐらいで野菜炒め出てました。めっちゃまずい。昼飯食った後は？昼飯食った後は1時ぐらいまで何もなくて、それも自由時間。昼休みみたいな。そうですね、一応。で、1時からは？1時から体育。ああ、体育。あ、運動。何するの運動は？みんななんかめんどくさいから座ってるだけ。とりあえず日光浴びてるだけ。とりあえず日光浴びてる。あ、そこは刑務所みたいな感じだな。あ、そうですよ。なんか喋れやんだけみたいな。で、なんか気づいたら夜飯。そうですね、気づいたら夜飯見て。気づいたら寝てます。朝みたいな。生活習慣めっちゃ良くなるやんな。え、その寝れへんかったらどうするの？絶対寝れるもん。疲れてんねん。気絶。気絶してんねん。めっちゃおもろいやん。マジで一日がおもんなすぎて何も印象に残らんというか。無なんや。気づいたら1年終わった。例えば気づいたら寒くなってきたな。そうです。天気とか分からへんのじゃん。いや、分かんないです。なんか気づいたら雨降ってる。気づいたら雨降ってる。でな、夕立ちきたみたいな。あ、まあ夏やみたいな。あ、僕入ったん冬なんで。あ、秋の始まり終わりに入ったんで。あ、じゃあめっちゃ寒くなって、気づいたら暑なった。そうですね、気づいたら暑なった。でもなんかそんな捕まる。でも少年って言われてもちょっと納得はした。でも登場シーンがね、だるそうな感じ。納得しましたもんね。少年院装置して、はい。もう少年院に入りましたもん。おもろ。マジで。え、最後その捕まった瞬間は普通おはたい？いや、全然自転車パクって捕まりました。チャリパク。最後？最後じゃない。でもあれやろ、重なってるやん、めっちゃ。めっちゃ。チャリだって一発だけやと絶対ならへんの。せやな。試験観察中です。え？試験観察中の人。後半タイプやってた。ここで。え、検体見た？何台ぐらい来たっけ。なんかどっかに挟まれたやつな。
リバクでパトカーに依頼したい。その後行方不明なんでって感じ。でその後行方不明。その後にも一回も会ってない。そからで今日じゃあパトカーに挟まれてが今1年ぶり。行方不明だったの。挟まれました捕まりました。もうそこから家帰ってないから。帰ってない。まりました。で持ち物とか全部お母さんに持ってきてもらえろ。全部そうです、ね。うん。ほんで気づいたら記事が出演してました。全く反省しないんですけど。なんで出演できたのかもわかんない。でもその少年でさ喧嘩とかしてやばいやろ。どうなるの？なんか喧嘩はいなかったですよ。先生と口喧嘩みたいなの。へえー。そいつは長引く？長引くんや。長引く。例えば1年やったやつか。1年やったやつが1ヶ月。30日とか。あれさ、もう出る瞬間でやっぱお世話になりましたって言うん。言いました。ありがとうございました。あ、二度と来んなよ。だって最後、その人に頑張ってね。携帯とかさ、入る前、iPhone 何本やった？iPhone12。え、16。1年で4個も変わった。他変わったことない、1年前と。変わったこと、一番衝撃あったのは、アイコスの新品出てる。ああ。新作アイコス。テリアとかなかったんじゃん1年前あったか。いやギリあったんじゃん。オプションのテリアなかったです。ああ、卒業式の先生は3月に来てくれた校長先生。そうですね。なんかいろんな学校石尾の校長とか来てました。へえ。石尾の校長来てた。校長来ました。でも集まんなんかめちゃくちゃいかつかったですよ校長先生も。なんかあ石尾の校長やなこれあの人。へえ。ではい、審判、審判っていうのあるんやね。少年行く前に、審判で少年行くか保護観察行くかみたいなのがあるんですよ。で、神戸か。そうです、うん、審判出た瞬間に、学校の生徒指導、中学の生徒指導来てて、審判で、この子はもうそこが荒いんで少年院連れて行ってください。でもスイズ言わんの。審判ってそんななんか強制教育無理やりやらせるとこじゃないんで。え、キャバいや。やばかったです。学校の先生裏切られた。そうです、裏切られた。やられた。普通守ってくれるもんな。何言われた。少年院に持ち行ってきた。他校の子と学校に乗り込むような子はいらないですみたいな言われて、お母さんも後ろでもうブチ切れ。そうそうそうやろな。こいつ何言ってんの。やばっ。だ先生あれマジ行為というかな。教育する立場の人間が諦めたんで。え、諦めて少年連れて行ってください。もう僕らには無理です。少年院で。え、それで少年決まったわけではない。いやでもそうあれでかかったですね。ほぼ決まりやろ。だって学校がもう受け入れなかったら無理じゃないですか。じゃあ先生がいやもうここはもう頑張ってあれなんで構成すると思うんでやったら勘弁で終わっとったんじゃん。それどういう気持ちやった。全然思ってたんですけど。えみたいな。じゃあ最後少年入った理由どんな子だったさ。え、いやなんかもうお母さんがさ泣きながら説得した後だったんですよ。お母さんが泣きながらいやもう頑張るんでみたいな、後ろで言って、なんかめっちゃいい雰囲気になったのに。あ、もうほんまにもういい感じの雰囲気。いい感じ。あ、これやったワンちゃん帰れるみたいな思ってた瞬間に、じゃあ次先生何かありますかみたいな。あ、はい、私も学校に乗り込むような子は無理なんで、あの少年に入れてもらいたいですって。どんな子だった。え？めっちゃいい感じやのに。審判中にもうガチで言うの。なんだこいつみたいな。やばみたいな。めっちゃやばいやん。ちゃやばいよ。もともと嫌われてたんですよ、その先生。で、学年の先生やったの。いや、生活指導です。別、俺が出院する時期にはもうおらんからな。なめてんねやろ。え、今おらん。いないんですよ。あいつちょうどぴったしなんですよ。もう決まってたんですよ。あ、そうなんだ。だから言ったんか。マジ気象。え、おったら喋り、会いに行ってた。殺しに来たもん。殺しに行ってました。めっちゃ腹立つもん。それじゃまたどうなるの。まだ少年。お世話しゃあないもん。それならいい。1年半1年半です。学校の先生しばいて1年半。しかも卒業してから卒業してからがこの先生しばきにて少年やばいな。バリ雄大チャンネルやん。バリヤンキバリ雄大チャンネル。フォロワー400人減ってたんで。出てきてからバリリムラ撮ったの。バリリムラ撮ってました。リムってのやつはだいたい黒マンギャルみたいな汚いやつら。あの汚いやつら絶対あいつらやもん。全部あいつら。いいよ、写真撮ってもらっていいですか。あ、いいよ